本を出しましまた、Amazon、で、えー、発売中読むだけでね受かるってこれほんまかよってどういうことやねんというのはね皆さん気になるんでね中身も少し紹介していきます神戸で植木屋さんをやってますで普段はね、えー、っと作業風景の、えー、Vlog とかね剪定教師についてね庭木の,、えー、の剪定方法なんかを解説しているようなビデオそれから道具のね 解説道具のメンテナンスの解説、新しい機械のレビューとかね、そういうのもやってます。で、よかったらね、YouTube この機械にチャンネル登録してください。で、本の改訂情報、本の関するね、最新情報は Twitter で更新していくんで、よかったらね、同業者さん、それから植木屋さん、造園工さん、それから学生さん、 これ勉強される方、ツイッターのねフォローしてもらったら最新情報が手に入るんでよかったらこの機会にお願いします。じゃ本の内容についてね、えー、と順番にトン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 と解説していこうと思います。この本のタイトルは読むだけで受かる施工監二級造園施工管理技師二次検定過去問徹底解析というねあの見た目によらずちょっと硬いタイトルの本なんですけどね、えー、こんな。 あのゆるキャラの挿絵なんかもね僕が書いたんですよこれはい、えー、前編にわたってね編集それから執筆回答作成それからイラストそれから細部へのねこだわりこの表紙デザインこれ全部ね私が1人で作りました、はいえー、自信作、えー、3人受けて3人合格、えー、テストでねあのモニター受験生っていうふうに言ってるんですけど自社向けのね、えー 研修資料としてまとめてた本を今回一般人向けにね、えー、再編集して出版しましたえっ、ー、とねこの施工管理技師っていうのは2級と1級とあるんですけどまずはね、えー、と施工管理技師2級の突破を目指して皆さん勉強されているというふうに思いますえっ、ー、と2級の試験は昔はね学科と実地試験 学科試験実地試験という言い方をしてたんですけど、今はね一次検定二次検定ということで、呼び方が改まりましたで。一次検定はマーク式試験、で二次検定は記述式試験。でこの本が対象としてるのは二次検定ですね。一次検定は合格率55%。 で、これはね結構独学でもいけると思うんですよね。いい問題集出てて、宮健先生、宮入健一さんって言われるんかな？その方の問題集とか、結構本屋さんで見たら、あ結構あの取り組みやすくて後ろにね。索引とかもあって勉強しやすい作りでした。えっ、ー、と一次検定はうんと独学でね。結構。 勉強しやすいですよね、丸抜式で。で、問題集、参考書も充実しててね。で、二次検定はちょっと難易度が高くて、皆さん苦手にされている方が多いようですね。で、この本は造園施工管理史の2級の二次試験対策の専門の本ですね。だから、それ以外の人は全然意味がないということですね。じゃあね。で、二次検定は、 合格率がなんと40%しかなくて皆さん苦労されてるようなんで,でこの度ね僕がこの本を書いたんで、えー、っとこれで皆さん一発合格してください。えー、っとね本の内容の紹介ですね、えー、っとこの辺に出してくましょうかねポイントですね、まあ、過去問、過去10年分の過去問を徹底的に分析して、えー、っと載せてます。で分析し 過去問、ねえー、とどんな資格試験でもそうですけど、えー、過去問の分析っていうのが、あの資格試験合格の王道ですよね。大学受験から、ひょっとしたら高校受験とか、そういったこともそうかもわからないですけどね、資格試験とか特にそうですよね。過去問もみんな、過去問をやり込んだ人から順番に合格するという感じですよね。それから みんなね苦手な記述式試験の対策に特化してるというのがポイントですね。えーえー、この試験ね、も難しい、この試験の難しさは、まずはね、社会人向けの試験なんで、経験年数が一定程度要求されてるね、社会人向けの試験なんで、忙しい社会人が勉強時間確保できるんかと、ある程度ね、えー、勉強時間、うん が必要なんでそれをね計画的に勉強時間確保して取り組めるんかというのとそれから現場の仕事とか通じてあるいは過去もね試,試験勉強を通じて分かってるんだけどいざ試験の本番ね記述式なんで分かってるんだけど書けないというねそういうのうな難しさもありますよね。だからまず最初の問題最初の難しさね これについては薄い本に仕上げましたこんなに薄いで取り組みやすいようにしましたうんとそれから頭に入ってきやすいようにしてありますだから最後までとにかく読み終えてしまうことができると思いますそれで2回3回と繰り返し読んでねで短期記憶から長期記憶に変わっていくということで して勉強を、ね、2週3週と本はね3回ぐらい読んでいただくともうだいたい合格できるんじゃないかなと思いますけどまあ人によってね、えー、と勉強が得意不得意あるしうーんと記憶力の、ね、強弱があるから、まあ、どれぐらいやれば受かるんかっていうのは人それぞれなんですけどまあ,あの最後までね取り組みやすいように薄い本になっていると解説もすごいあっさりしてて。 でそれからもう一つ二つ二目の難しさですね何書いたらいいかわからないと分かってても書けないという問題の克服のためにねもう書くべき言葉書くべきフレーズ答えの答えで使えるフレーズのまんまですねこう解説に出てくるともうこれ覚えとったら書けるっていうねいうふうにあの解説文もそういうふうに作っているから分かってるけど書けないということがもうありえないですよね。 長い文章を読んで解説文を読んでさあ試験の現場でね何書いていいかわからないということはもう過去の話出てくるねフレーズを丸暗記しとけば極端なこと言うとそれでも合格しちゃうというふうに思いますね。それから後ろにねついてる過去問は令和5年令和4年令和3年とも出題のまんま載せであるんですけどこれですね。 こんな感じ令和5年の出題こんな感じでね実際の出題のまま1人ね乗ってるんですけどねこの本編の勉強するところはその出題の出題された長文の筆記試験をバラバラにバラしてねであたかも一問一答のように。 これはどうですかってソメイヨシノ植栽するときのこの支柱はどうですか支柱立てるときの注意事項は何ですかこういうような感じでね、えー、と朝のねツールボックスミーティングで今日やるべきことの打ち合わせどんなんですか ?3 つ答えなさいとかねクレーンで操作するときの資格は何ですか10メートル高所、えー、作業車1 0ル以上だと資格は何ですかってこう、ね あたかも1問1答の,あの簡単な、ね、クイズ問題のようにバラバラにしてあるんでねどういうんですかねあの頭に刺激を与えながらですね緊張を持って最後まで勉強しやすいようにね問題を編集してありますで無駄なね作業が一切いらないんで圧倒的にね勉強時間がね少なくなると思います作業みたいなところが少なくなるんでねえー、っと勉強時間がね短いのに 定着率が高いというふうなそうですね仕掛けがしてあるというふうにいうふうなあの珍しい本ですね内容を落ち着いて具体的に見ていきましょうえっとね典型的にはですね芝生のところをですね非常に特徴的なところがあるんでねこれですね施工管理のうちの芝生地肥類植栽工ですね え平成30年の問題。え適当な作業名をな選びましょう。え芝生植栽の作業手順についてね、えーと、手順のところに穴埋めをしましょうという問題ですね。パッと見てね、初めて見たときは分からないですよね。考えてもね、時間がかかってしまうだけでわからないんです。ぐに答えを見ましょう。バッカイから幸運、不力生成、軽低圧、 経転圧をした後植え付け、目土をかけてローラーかけ、最後に換水するという手順だとわかりましたね。次はね、令和三年ですね。令和三年の問題。ほとんど同じような問題が出てるんですね、えー。穴埋め問題で選びなさいという問題ですね。幸運、不力生成、経転圧、植え付け、それから目土かけ、最後にローラーかけ、換水と。 いう順番ですね。これが次ですね。令和5年また同じ問題が出てます。ばっかり、その後幸運耕してですね。フリック生成、軽点圧植え付け。それから滅地掛けローラー掛け冠水この順番でしたね。あとですね。2年か3年おきにですね。全く同じ問題が出てるんですよね。 まあこれ重要だから繰り返し繰り返し問われているということが言えると思うんですけど芝張りのね順番並び替え問題が同じように出てるということですね過去10年のうちね3回も出題されてるんでこれだけやっとけばあの頭にこびりつきますよね自動的によく出る問題は繰り返し繰り返し出てくると。 試験の直前をねどれか一つあの見直せばいいと思うんでねもう次は見なくていいというふうな感じで黒くね大きくバツッと入れてもいいと思うし穴埋めのねところに直接赤のボールペンとか見やすい、ね、字で直接書き込んでもいいと思いますねそこだけ見とけばいいというふうにやることをどんどん直前期に向かってね減らしていくっていうのが大事だと思いますねで他のねところも見てみましょう八ヶチ市中ですね これは平成27年ぐらい7年8年ぐらいの出題なんですが、まあ、あのピックアップしてましてあります。えー、移植の時の八ケ掛け支柱について八ケ掛け支柱の取り付けについて A から D に適当な語句または数値を記述せよという問題なので私の方で記述してあります。だから読むだけですね。読んでみましょう。長丸太を用いる八ケ掛け支柱は一般に 風圧の影響を受けやすい大木や独立木などに用いられる。支柱の取り付けにあたっては風に倒されないよう風の主方向等にも気を使い地上から3分の2の高さに丈夫に取り付けなければならない。控えとなる丸太が幹または丸太と交差する部位の2か所以上で結束する。なお支柱かっこ控え木の先端は見栄えよく切り詰めることまた 地中を安定させるため地際に接する丸太の元部は地中に埋めて十分突き固め地際に打ち込んだ留め食いに結束する、まあ、これが穴埋め問題を先にやっていくんですけども知らない言葉とかねあとは初めて聞く話とかね全然未知の問題だともう赤のマジックとか赤のボールペンとかでねチェックをしたくなるんですよね蛍光ペンでね。それをぐっとこらえて もう次の問題すぐに行きます。あなるほどそういうことかと3分の2の高さかへえと思いながら次の問題見てほしいんですね。で令和さんね八ヶけ支柱の取り付けについて適当な語句を記述せよ言ってね今度は、えー、と今度もねまた同じ問題が出てるんですよね。で見てみましょうえ答えですね。支柱のののの取り付けにあたっては樹木の高さの樹高の 3分の2ぐらいの位置に3分の2ぐらいの位置に丈夫に取り付けなければいけない。支柱と丸太の樹幹の取り付けの部分には部分の幹には杉皮を巻き白縄で結束する。支柱を安定させるため支柱の元部は地中に埋め地際に留め食いを打ち込みこれに結束する。これはね同じ問題ばっかり出てるっていうのは分かりますよね。でキーポイント解説っていうのがね えっと、試験で得点アップのコツみたいなところで書いてあるんですね。でこれは、えっと、重要項目についてね私がこれだけは知っておかないといけないとかここに注意すると得点アップだよというところで書いてるんで特にね注意を払って読んでほしいなと思うんですよね。でこれのキーポイントねえ極分から選ぶという問題じゃなくてこれをね記述させる問題として連続して出てるんでねこれは 試験を出題する側もね重要なことだといいう,うに考えているんですねだからここはね漢字で書けるように留め食いとかね杉川とかこういったのをね漢字で書けるように準備しないといけないということですねで続いてですね問題の出題年度が前後するんですけど令和元年の欅植栽八ヶ家支柱についてですねでこれは植え付け後の 欅にやつがけ支柱丸太3本を取り付けるにあたり支柱の結束に関する留意事項を3つ具体的に述べようでこれを3つ書かないといけないんですけどさっきのね、えー、先に出た穴埋め問題で知識が入ってきてるんでねこれはなんとなく書くようなことがわかると思うんですよねで初めて えっと、出てくるる知識はできるだけ穴埋め問題ですね穴埋め問題で読みやすいようなえ取り組みやすいような問題を先にね編集で載せてだん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 ですね記述問題になっていくという風うな、まあ、編集をしてるんですよねだから出題年度別ではなくてね取り組みやすい順番それから 一般的な内容から順番に始まって個別具体的な順番にだん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 深まっていくとそういうレイアウトにしてあるんですね。でここで書くべき内容ですねさっきの穴埋め問題やっとくとだいたい書くような内容は分かると思うんですね。えー、高さは受高の2分、えー、受高の3分の2の高さに上部に取り付けるとかですね、えー、地面の地際の留め具いに結束するとかですね。 でそういったことが書かれていればいいということですね。あとは2脚取り中のとこもついでに見ときましょうか。2脚取り中の名称を記述せよというのがね繰り返し出てるんですよね。これも漢字で書けるようにというふうなことですね。まあ、あの全体を通してですねこういうふうにしてずら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 同じ問題が出てるということですね。 目次の方ももとと見てもらうとですね出題粘土をバラ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 っとね、えー、と前後するような感じなんですけど頭に入ってきやすい順番に構成してるというのがまあ大きなね記述問題ちょっと長文のね記述問題をバラバラにして一個一個の問題にバラしてねで頭に入ってきやすい順番にして で繰り返し繰り返し何度も出題してる問題をわざとね繰り返し繰り返しこの問題集の中に書いてあると。だから前から読み進めていくだけでねえ自動的によく出る問題大事な問題また来年も出る可能性の高い問題を重点的にね自動的に分厚く勉強できるというふうなあまあ特殊な本になってるということですね。はい まあこの辺りがね、この本の最大のメリットですね。えっ、ー、とね、それでこの本のね、この本についてあり得る、まあ、ご批判というかね、そういったことがあるとしたら、あの、長文の問題をね、バラバラにしてしまっているから、あ,あ、ダメだというふうなこととかねで、それの配慮でね、後ろの方に過去3年分だけね、最新の3年分を出題、えっ、ー、と、最新の3年分をね、 まるあの、天才させていただいて、勉強はね、勉強がはかどりやすいようにと、受験生の皆さんがね、勉強しやすいようにということで、後ろにね、過去3年分の出題例を載せてあります。これ、インターネットで探してきて、PDF を印刷して、で、ホチキスで閉じたりして、ほんで、一生懸命問題に取り組むんだけど、答えはどこにもないし、で、インターネットで何か答え探すとか、まあ、そんな手間がね、一切ないと。 でここにも答え書いてあるしえ問題もここにあるしという感じですねだから実際の出題例というのもねよく見てください工事数量表というのがね必ずついてるんですよこういうこういう感じでねこういうのを見てさあこの問題このこの仕事はねどういう仕事なのかどういうふうな仕事なのかというのをね一回頭に入れて現場で具体的に仕事をするかのように問題に取り組んでいくというそういうね 資格試験なんですよね。その,あのリアルなね出題例をちゃんと見てねそれでそれを分かった上でこの問題集を取り組んでほしいなというふうに思いますね。問題がねバラバラにしてやるということがあのご批判としてあるかと思いますが頭に入ってきやすい順番勉強しやすいようなレイアウトというふうにこだわってねやってるんですね。それから本がね薄いですよね。 でこれ90ページ前後なんですけど、まあ、この分厚い、ね、10年分の過去問を,をこの薄さにまとめていったっていあの合格した人がえ合格ノート直前に見直すようなノートを作ってた試験に出る必要な情報だけが、ね、ここにまとまっているということで薄くまとめていくというのが、ね、インテリジェンスなんであのこれを、ね、薄いからと言って批判してるのはちょっとあのナンセンスですよね。この薄ささゆええにに、ね、価値があるといい。ううふうに考えてください それから、えっと、過去問ばっかりやってて大丈夫なのかとあのちゃんとした、ね、勉強する参考書とか、えっと、専門書とか読まないといけないんじゃないかという,う,うことも、えっと、アイデアとして、ね、あのあ心配もあるかもわかりません、えーっと。大丈夫だと思います。これ10年分も過去問を分析してあの勉強する人はほとんどいないと思います。で 中身見てもらったらわかるようにね、過去問に出ていることしか出てません。なんでか、これはね、また来年同じ問題が出るのかというとね、出るんですよね。で、重要な問題、重要な知識っていうのはね、過去にもう出題されてるんですよね。で、その重要だからこそ出題されてる。その出題されてるところを重点的に抑える。なまあ、8対2の法則とか、パレートの法則とかね、その言い方あるんですけど、よく出るところを徹底的にやると。 いううののね、もう試験対策の、まあ、王道なんですよね。で出題者側もですね過去問を使ってよく勉強してほしいというふうに考えていると思うんですよねで出題側も出題者側もね過去問を参考にしながら次の出題を次の問題を作っているのは明らかですよね同じような問題同じような図形であの同じようなあの問題がずっと出てるんでねでこれはえー とまあ、過去問を、ね、よく勉強しましょうとけば必要十分な、ね、知識が手に入るというのが、まあ、明らかなんでねで全くね新しい問題新しい出題とか全然み,なみんなが、ね、準備してない問題が出たとして、ね、それ全員解けないんですよだからあの差がつかなくなっちゃうんでねで今まで出てないような問題を気をてらったような問題ねそういう,うな問題をあの出すんかというとねまず出ないと思います。 もちろんね、あの、一つはね、法改正の問題、フルハーネスの安全帯が、あの改正、法改正でね、えー、義務化されたところ、それから、とは近年ね、夏の暑さ、熱中症対策とかね、そういったのがね、あの新しい問題として出ることはありますけど、まあ、それがね、えー、っと合否を分けるような問題なのかというと、そうではありません。なんか重要なところは、あの繰り返し繰り返し出題されてるんで、そこを押さえとけばね、 あの十分にあの合格点60%の得点率で合格できるんでね、えー、っとこの本だけやっとけばね十分合格するというふうに思いますはい、えーっとね、この本のメリットですねこの本のメリットについて喋っておきましょう使いやすさに徹底的にこだわりましたねここの下にね余白を広く取ってあるんですよねでこれとは別にノートを作ったりする必要はなくて 余白が広いでしょうノートを作ったりする必要がなくてえー、っとそうですね学科の試験とマーク試験と記述式試験一次検定二次検定って分かれてるんですけど一次検定の勉強をしながらですねこっちの施工管理の方にね、えー、っとこっちの二次検定の方にノートとして使ってもらってもいいし。 二次検定の勉強をやりながらね気づいたこととか直前期に見直したいこととかねどうしても覚えられない場合に語呂合わせを作ってねここのノートをこれにねあのまとめていくとかいう風な使い方でもいいし、えー、とまずはねこういう広い余白がありますよと勉強しやすいですよと。で勉強する時に、えー、解説がね表裏に分かれてて。<laughs> とこういったことが一切ありません。徹底的にね、使いやすさにこだわりました。から、つるっとした表紙にしてあるんでね、え作業バッグとかにボーンと放り込んでても汚れがつきにくいし、結構ね、製本がしっかりしてるんで、えー、乱暴に扱ってもね、こうやって電車とかバスとか、でお昼休みとかね、1問だけやるとか、夜寝る前にあの横になって本読むとかね、そういうのでも全然傷まないような感じですね。結構頑丈な。 あの製本になってます。ちょっともう喋ったかどうか忘れましたけど、後ろにね。最新過去問最新の出題がね。3年分ついてます。これは令和6年受験用なんで、令和5年4年3年と3年分の最新過去問がついてるんで pdf で探してきて、それでなんか印刷してで放置規制閉じてさ。問題解こうかというだけでもう1日。 立っちゃいますよねそれで問題は解いたけど答えどこにあるかわからないしえ本番、えー、と公式のねウェブサイトでは回答はね公開されてないし、えー、と予備校さんとかなんかそういうのが答え出してたりネットでひょっとしたらどっかに答えあるかもわからんし YouTube に誰かが解説してるかもわからんけどまあそういったテーマがね一切ないんでそれだけでもね1日2日あテーマがう 開くかなと思って、そんなことよりもね現場の仕事頑張りましょう。それから勉強時間もねできるだけ短くコンパクトに集中してね短時間でね取り組みやすいようにえー、っと邪魔くさいね作業の手間がないということですね。ですね全範囲について二次検定二次検定で問われやすい問題が繰り返し繰り返し出てます。でそれがどの程度勉強したらいいかっていうのがもう丸わかりなんでね。 令和,6年受験令和6年受験用というふうに書いてますけどまど、あ、毎年ね、えー、と新しい問題とか法改正の内容とかを反映しながらねアップデートしていって毎年アップデートして最新版としてね販売できたらいいかなというふうに思ってます今年 <laughs> ね新しく本出して今年何冊売れるかというのはちょっと私わからないんだけどあのたくさんねあの売れたら えと値段もねもねうう少し下げれるかなと思うんですよねなんでかっていうと編集者とかね、えー、と誰も関与してなくて僕があ私がね一人で作り上げた本なんであの金儲けのためにやってるというわけじゃなくてあのそうですね、えー、とこの本は、えー、と説明文にも書いたんだけど会社の従業員向けの研修資料としてね あの薄い冊子を作ったんですよ。でこれ見てあのお前たち勉強してあのこれ受けてこいっつったら全員受かったと3人受けたら3人受かったというんで試験にね、えー、なかなか合格しない人そういった人がいるようなんでねあの一発でバチッと合格してもらってで現場の仕事でね、えー、活躍してほしいなというふうに思ってね世のため人のためと思ってあの今回出版に至ったというとこですね。 ぜひね、あのこれであの頼りにしていただいて大丈夫です。読むだけで受かるって、これ、まじな話なんで、あのうーんうんうんうんってこう考えたりする必要ないです。もうこれだけ、もう極端な話すると、もう丸暗記し、この本ね、丸暗記していったら受かると。それを、この薄さなんで、あの楽々受かってほしいなと思いますね、はい。頑張らなくても大丈夫っていう感じです。